こんにちは、トレーナーの田口です。本日は、皆様に、ランニングを、能力を向上させるトレーニングというのをお伝えしていきたいと思います。で、今日はですね、3つの、項目に分けてお伝えしていこうと思うんですけれども、まず1つが、体のバランスですね。体のバランスを直すことによって、本来使われるべき筋肉というのをしっかり使って、それをランニングに生かしていくというものと、2つ目が、トレーニングですね。1番で、バランスを直して、それで2番目、で本来使われるべき、筋肉、正しい筋肉というのをしっかりトレーニングをして、さらに向上させていく。で、3番ですね。3番が、ランニングドリルですね。ちょっとした走り方とか、力の使い方、体の動かし方というのを覚えていくだけで、格段にまた能力もアップしていきますので、体のバランスと、筋肉のトレーニング、それから、ランニングドリルという形で、皆様に、走力向上の、トレーニングをお伝えしていきたいと思います。では、まず、1つ目、体のバランスについてお話をしていきます。で、体のバランスというのはですね、基本的には、前後前後のバランスと、左右のバランス、あとは、ちょっと細かいんですけど、上下のバランスだったりとか、あとは、まあ、体がねじれたりっていうバランスがあるんですけれども、今回はですね、ランニング能力効果、向上ということで、体の前後のバランスですねの改善についてお話をしていきたいと思います。で、体をですね、まず立ち方なんですけれども、これが非常に重要になってきまして、本来皆様ですね、立った時にどのような姿勢をされているかというのが必要になっています。で、本来の正しい立ち方というのはですね、足の、くるぶしですね、くるぶしと、この膝の、お皿よりもちょっと後ろの、裏側の方ですね、あとは、この股関節と、肩のラインですね、あとは、ちょっと耳の、後ろのちょっとしたくぼみがあるんですけれども、その5つっていうのがですね、横から見たときに一直線になっているのが正しい立ち方になる。これをですね、実際にやってみると、大体このような姿勢になっています。これが、一般的に一番いいと言われる、正し方になっています。しかしですね、ほとんどの、方がですね、現在どういった姿勢に立っているかと言いますと、本来の正しい立ち方のポジションからですね、骨盤がちょっと前にずれた姿勢というのを取ってしまっています。これが、走力のですね、向上を、低下させてしまう原因になってきます。で、それはですね、なぜかと言いますと、この状態、正しい立ち方の状態からちょっと骨盤がぐっと前にずれるということが、原因になっています。で、そうした立ち方を、したときにですね、非常にこのももの前側の筋肉ですね、ここですね、大腿四頭筋という筋肉なんですけれども、こちらの筋肉に力が入るようになっています。こんな立ち方ですね、これが走力を、低下させてしまう原因です。で、なぜかと言いますと、ももの前側の筋肉の大腿四頭筋という筋肉がですね、動作を、止めるときに主に使われてしまう筋肉になっています。例えばですね、階段ですね、山登りなんかでも、非常に下りの時の方が疲れるですね。あと階段とかもそうなんですけども、降りている時の方が疲れるというのはですね、降りる時に動作をずっと止めなければならないですね。例えば下り坂がありますと、階段でもいいんですけども、降りていく時にこのままですね、着地した膝が止まんなかったら、そのまま当然転げ落ちてしまいます。そうならないために、足が着地した瞬間にももの前の筋肉を使ってグッと動作を止めるということなんですね。なので、ももの前側の筋肉というのは前に進む動作というのを阻害してしまう、割合が多くなってくる筋肉なんです。普段ですね、正しい立ち方ができていない選手、今日は骨盤がグッと前に立つ状態で立ってしまっている選手というのは、常にももの前側に、力が入ってしまっているパターンが非常に多いです。
そうなってくると、どの動作を行うときでもですね、基本的に筋肉というのは普段使っているところに優先的に力が入りやすくなっています。なので走っているとき、プレーをしているときでも腿の前の筋肉に力が入ってしまって、逆に動作を止めてしまうという可能性が大きくなってきますので、まずは正しい立ち方を、覚えるということが重要になってきます。軽い、全然違う。いやもう軽すぎるでしょ。軽い、めっちゃ軽いっすね。素足感覚っていうか軽っ、フィット感も軽さもめちゃくちゃいいっす。いやもう重さ全然違く感じます。なんか靴を履いてるっていうイメージがないですね。川底だとここまで曲がんないもんね。足の機能を生かしたスパイク、力がすごい伝わってる感じがする。もっといいプレーが生まれるんじゃないかなと思いますけどね。これみんなにこう体感してほしい。いやもう間違いないでしょ、これは。